ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はマージマンション第4回配信を撮っていきたいと思います。さて、なんか前回あんまりやることがなくなってしまったのですが、ちょっと時間を置いて、作ったり買ったりしてきました。手袋ね、全然出なくて、まあ、コインだからと思って買っちゃった。ナイフで、こっちがギフトボックス。これね、面積との戦いなんだよね。あ、手袋今頃出たぞ。今違うものクリックしてる。アホアホ。5段階目を見てみたいんだけどな。半端な状態。この辺は邪魔だから。これ何？時短ブースター邪魔だなこれ邪魔だな。待ってよ。あ、タップすると1時間進めれる。進んだとてだよ。この箱を積極的にいい感じで開けていかないと。ちょっと待ってよ。ナイフが欲しい、熊でも欲しい。うわ、ナイフはオッケーなんだけど、熊手がね、その先のものなんだよね。お、珍しい、手袋全然出なかったのに。これなんだっけ？これ何が出るんだっけ？これか。
これでクモの巣が取れた。あとはの種も欲しいんだよね。あとこれってなんか使い道ある？よくわからん。結構種使うよね、これ。空になってしまった。おお。これってのが意味ある？低木ができる。低木今まだいらないな。邪魔じゃー。これなんだろう。6段目まで出来上がったけど。ん？これ何？芍薬の種。これ面積って足りんぞい。え、これ何？何？いかん、なんかちょっと待って、余計なことした。困ったぞ。あ、これ回収してしまおう。よしよしよし。種が欲しいな。一回行ってこよう。これはできるんだな。これ。お、お話が。これがお前の祖先、インナキウス・モンタギュ・ポールトンよ。姓を授かったのは、1802年のクリスマスデイ。この邸宅も彼が建てたの。ほう。じゃあ、今はおばあちゃんの邸宅ってこと？確かに住んでた時代もあったわ。でも、自分のものとは誰も言えなかった。それって、どういうこと？その前に、やらなきゃならないことがあるんじゃないの？ほら、あの検査官、彼。結構いい男じゃない？おばあちゃん？もうおばあちゃんたら。おばあちゃん、ちょっと待ってよ。これ何？これよくわかんない。日替わりタスク。まあ、結局現状できる作業が今ここの4つしかないってことか。困ったね。花を植えるがやりたいんだけどね。何これ。だんだん難しくなってきたぞこれ。ん？これ何？
これ合体できるやん。で、こうか。あ、これ最大段階じゃない？あ、やったね。初めて見たね。あ、で、この道具箱合体できると。で、あとは合体は難しいか。これちょっと待って、わけのわからんものが出てくる。種が欲しいです。タイヤ何？よくわからんけど、タイヤもちょっと作っていくよ。ドアができたよ、ハンドルから。あれ、おもちゃの車ができたよ。でもちょっと新たなものができると嬉しいね。いや、嬉しいんだけどね。これ何？この種何？あ、やっとこの種みたいな謎のやつが邪魔だな。これ結局どの箱から何が出るとかあんまり決まってないのかな。謎だよね。現状はやっと倉庫が片付いてきたかなっていう。合体できる？あ、これ以上はできないんだ。このナットみたいな謎。出てくるものマジでバラバラなんだけども。タイヤ、タイヤ、種、お道具箱、よしよしよし。で、このよくわかんない苗木からの完成。あ、壊れた。で、ハンドル、ドア、ドアドアで、あ、これもよくわかんないものができた。お道具箱はちょっと全部中途半端な状態に。と、これ段階なんだろうな。
タイヤも中途半端になっちゃったな。種が欲しいなーっていうね。ちょっと整理しないとわけわかんない。まずこれ何？なんか種が変なとこ発生したぞ。あ、できた。ちょっと待ってよ。なんかおもちゃの車から電球が出来上がる。何もかも中途半端な状態で。こうで、こうで。まだ途中かこれ。こう、あ、やっと種が出せる。問題は、この先に、ちょっと待ってよ。これでいいのか。あ、花が2個植えれる。なんか石鹸みたいなのまだ作れないけど、まあ、しゃあない。で、花壇に花を植えます。あ、一箇所だけか。もう一個作らなきゃだね。ここね。あれ？とにかくいるものは花です。どの段階で袋が空になるかってパッと見わかんないのかな。あと何回みたいな。あ、ちょっと待ってよ。謎のおもちゃたちもようわからん。ようわからんが出来上がっていく。多分このボロいボックスだとね。だよね。蜘蛛の巣が張ったものしか基本出ないのか。こうだ。熊手がいるんだけどね。熊手が結構作るの先の先の段階なんだよな。ああ、違う。
で、ここで初めて熊手ができると。これ以上はやることはないか。とりあえず熊手をこうだ。でも言わしてもらうと熊手でちょっと使ったぐらいで綺麗になるようだったら大して荒れてないっていうね。そんなツッコミはダメだよね。やることが。アイテムをイベントリーにしまえるようになったわ。アイテムをイベントリーのボタンまでドラッグすると収納できるの。あ、これね。待って、5個しかしまえ。なんだそりゃ。5個。待って、何をしまったらいい？この辺？しまってまた出せるのかな？よくわからない。この辺とかしまっとくか。タップすればボードに戻せます。タイマーは一時停止します。タイマーも何もって感じなんだ。この辺はちょっとだけ余裕ができたと。5マスほど。いけるやん、これ。手袋とハサミで頑張る。これ下手に。このボックスをこの画面上に置かん方がいい説まであるな。花壇の準備はできる。できることからだよね。はい。うん。じゃあもう一回作れるもの作ってこようか。よいしょ。よっよっよっ。で、これは最大経験値なのでもらっとこう。あ、で、レベルが上がったのか。レベルアップです。
やったね。マージマンションの評価星いくつですか。そこ後で。あ、宝箱ね、合体でしよう。お、あれ、あ、よいしょよいしょ。これって次のなんかあるけどどうしようかな。これなんだっけ。あ、経験値箱か。赤が、いや違うな、俺黄色が最大か。すぐ壊れる。あー、半端な半端な状態。じゃあお金もいきますか。うん。とりあえず花は植えれるから、違うな、岩を除去できるから岩を除去してこよう。これうん、なんか作業やって戻ってくるとボックスとか来てる時があるよね、謎だけど。よいしょと。どうしようかな、お金回収しちゃおうかどうしようか。邪魔になったら回収しよう。これってボックスに入れれる？必要なものはできてるっていう状況だからさ。現状ちょっとやることがなくなったかな？これレベル 55？ そこに行くまで特に。あとは花もちょっとすぐできないし、今回ここまでにしておこうかな。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。